いとこの家。僕はいとこの家には二度と行かない。去年の夏のこと。僕はいとこに誘われて彼らの家に行った。いとこたちは茨城県の山の奥深いところに住んでいる。彼らとは昔から仲が良くて、 小さい頃はしょっちゅう、いとこたちと遊んでいた。いとこは四人いて、二人は仕事を探しに東京へ行っていた。あとの二人は父親の後継ぎで農業をしていて、確かに農業には最適だと思うほど広い土地だった上、夏とは思えないほど涼しくて、とても居心地のいいところだった。 そんないとこたちの家に泊まっていたある日の夜、深夜友達とメールをしていて、そろそろ眠くなって布団で寝ようとしたとき、変なニュアンスで、いーと、山から驚愕するほど大きな山彦が聞こえた。 布団から飛び上がった。ありえない。何せこんな真夜中に、ほとんど明かりがない山へ入る奴なんかいない。実際、今までいとこたちの家に何度も泊まっているが、こんなことは一度もなかった。僕は急いでいとこたちを起こした。だが、いとこたちは、 すでに起きていた。いとこのうちの兄の方がびっしり汗をかきながら僕に言った。まだ起きてたのか、もう寝ろ。兄はかなり焦っていたようだ。僕が、何があったの今のは何だと言うと、お前は今すぐ寝ろ。と、兄の、 あまりの行走に僕もビビって、部屋に戻るふりをして、壁際に隠れた。すると弟の方が、どうすんだ兄ちゃん、高しも家にいるんだぞ。と叫んだ。高しというのは僕のことだ。すると兄が、わからん。とりあえずあれを持ってこい。弟は兄に言われて、 縁側から真っ暗な外へ出て、尺状という、よくお坊さんが持っている、あのシャンシャンなる棒と、30センチぐらいの古い木箱から、大量の古い紙切れと、運動会の綱引きで使うような縄を持ってきた。しかし、僕が覗いているのがバレてしまって、兄に、 お前は部屋に戻れ。それと、いいか、俺たちは今から山に向かうから、お前は家のすべての窓とかドアに鍵をかけてろ。一切開けちゃダメだ。外から足音がしたり、気配がしても一切窓を覗くな。いいな。僕は、恐怖半分、意味不明半分で、首をかしげてうなずいた。 そして、いとこたちは、真っ暗闇の中、懐中電灯を持って、シャリシャリと尺状を鳴らして、お経のようなものを唱えながら、山へと入っていった。僕は言われた通り、大急ぎでトイレや台所、居間の窓を閉めて、玄関の鍵をして、部屋にも鍵をして、いとこたちが帰るのを待っていた。 いとこたちの姿が見えなくなって窓のカーテンを閉めて恐怖に怯えながら部屋にこもった。しばらくすると急に風が強くなった。家の玄関や窓が風で揺れた。すると家の周りから大量の足音が聞こえ出した。しかも何かつぶやいている。 り回りだし。その声は徐々に大きくなっていった。もう窓のすぐそばで言っているような感じだった。心臓の鼓動が高まっていった。もう破裂するかと思った。その瞬間、カーテンの隙間から、その足音の正体が見えてしまった。 かなり小柄な、信じられないくらい、ガリガリに痩せ細った、目が異様にでかい少年だった。その上、その少年と目が合ってしまった。僕が体を硬直させていると、あの、山びこの時と同じように、また、あの異常な、えー という声が聞こえ出した。泣きながら目をつぶって、ナムアミダブツとつぶやいていた。早く帰ってきてくれと、いとこたちに念じながら。その緊迫の状態が二十分ぐらい続いた頃、シャリシャリと音が聞こえてきた。その瞬間、人生で初めて、小便を垂れ流し、 よだれを垂らして、泣きながら気を失った。起きて目を覚ますと、いとこの部屋だった。兄弟で何か話し合っていた。しかし、僕が起きたのを見ると、話をやめて、兄の方が僕に謝ってきた。申し訳ねえなあ、たかし今回は運が悪かったんだ。 忘れてくれ。と、兄が僕に言った。縁側には、無数の小さな足の形をした、何者かの足跡があった。僕は、あれは何だったのかと尋ねたが、二人とも、お前が知ることはない。としか言わず、結局、後日、家に帰ることになった。 まだあの日から一年だが忘れられない日になってしまった。いつも行っていたいとこの家にももう行ってないし行きたくもない。連絡も取ってない。ただこいつに関する情報があったら教えてほしい。場所は茨城県の玉造町というところです。 座敷部屋。田舎の実家には仏壇と神棚が異常にたくさんある。いわゆる本家というやつで古くて大きい家です。西側に三つ仏壇を置いている大きな部屋があって、ちょうど反対の東側の大きい部屋にはかなりでかい、 木彫りの矢代を置いた神棚が一つと、その周りに小さくて赤い矢代を置いた神棚が三つ。その部屋にはばあちゃんと何回か入ったことがあるんだけど、赤茶に錆びて、唾とか握るところがない剥き出しの小刀と、狐の人形みたいなものがたくさんある。 とにかく変な部屋だった。それから一階真ん中の部屋、祖父の部屋に七福神の像や巻物みたいなものがたくさん飾ってあるんだけど、絵も像もなぜかエビスさんと大国主さんの二柱しかいない。船に二人しか乗ってないからなんだかシュールだった。 そこに住んでいた頃、西の部屋はいいけど、東の部屋にはむやみに入らないようにと言われていて、なんだか怖くもあったからあまり入らなかったんだけど、大人になって今思うと、僕の家ちょっとおかしいですよね。友達にも、お前んち広いし、変な感じするから面白い。 とよく言われていたような気がする。それから中学の時、一度変なことがありました。中学でできた仲のいい友達の佐藤というやつが家によく泊まりに来ていた。佐藤はうちの家を気に入ったらしい。佐藤はサッカー部で背が高くて明るくて、 結構モテる奴だったけど、ちょっと好奇心旺盛で、心霊スポットに一人で行って、写真を撮って帰ってくるような危ない奴だった。お前の家でかいし不気味で面白いよな。いいなあ。と、来るたび佐藤はそう言っていた。ある日、いつものように泊まりに来て、 適当にゲームをして談笑して夜中の2時ぐらい。二人ともなんだか眠れなかった。すると佐藤が探検したくなってきちゃった。と言い出した。まあ眠れず暇だったし、一人で行かせて変なことをされても困るので僕もついていくことにした。 何せ家の中は広いので、廊下の電気もなく、懐中電灯を引っ張り出して家の中を回り始めた。その時祖父はすでに他界していて、両親も旅行でいなかったので、家には祖母だけだった。自分の家だが夜のこの家はかなり怖かった。普段夜中に行くのは、 今か台所かトイレくらいだったから探検なんてことは初めてだった。まあ何かが出るわけでもなく、端から歩いて座敷の人形を怖い怖いと言い合ったりして、東側の神棚がある座敷部屋に着いた。佐藤には何度かこの部屋の話をしていたので、当然、 あまり入ってはいけないことも知っていた。というか、佐藤は今思えばこの部屋が見たかったんだろう。当然僕は、ここはやめとけ、と言ったが、佐藤は笑いながら、少しならいいじゃん、死ぬわけじゃないし、と普通に開けて入っていった。 まあ絶対入るなとは言われてなかったし、少しならいいかと思ったが、ビビリな僕は昼までさえ暗くて気味が悪いあの部屋に入るのは嫌だったので、あんま触るなよ、見るだけだよ、と外で待つことにした。10分ぐらい経っても砂糖がなかなか出てこない。 呼んでも返事がない。脅かそうとしてるな、と思って放置して帰ろうかとも思ったが、それはそれで怖いので入ってみることにした。で、恐る恐る部屋の中に入ってみると、佐藤が突っ立っていた。部屋の奥、中央の上にある、 かなりでかい矢城が置いてある神棚をじっと見上げている。おい、何やってんだえあ、あすまん、見てた。と、薄ら笑いしながら突っ立ってぼやいていたんだ。薄気味悪いし、早くこの部屋から出たかった僕は、戻るぞ。と、佐藤を引っ張って、部屋から出て、 そのまま勢いで自分の部屋まで戻った。戻っている間、佐藤を引っ張りながら一度も背後は振り向かなかった。翌日、佐藤はなんだか静かだった。何やら考え事をしているような感じで、その日は何事もなく帰って行ったんだけど、それ以来、 佐藤はうちに来なくなった。前よりなんだか暗くなって元気がなくなった。あの日以来ほとんど話さなくなって結局疎遠になって高校も別々に進学した。聞いた話だと高校で佐藤は不登校になったらしい。それから先は何も知らない。 201号室。こういうのは初めて体験した。僕は102号室に住んでいる。こう言ってはなんだけど、都会にありがちな隣人に興味がない生活を送っていた。それで、ほんの数日前、夜中12時ぐらいに、キャーキャー右上から声がする。 笑い声から判断する限り、僕と同年代の女の人。右上というのは201号室。101号室は、数日前から旅行にでも行ったのか、音沙汰なしで電気もついていなかった。僕は、うるさいなあ壁が薄いアパートに、友達だか女だか連れ込んでんじゃねえよ。などと思いながら、 パソコンで作業をしていた。そういえば、右上から物音とか声がするのって初めてだな、とは後々思い出したこと。とにかくその晩は深夜2時ぐらいまで起きていたんだけど、右上の部屋では遅くまで話し声が聞こえていた。異変っていうのはこれだけなんだ。 僕のアパートの周りは片方が崖で、もう片方は空き地。二階建てなので聞き間違いということもない。そして昨日、帰り道坂を下っている途中で、ふとアパートを見た。普段は木に囲まれていてよく見えないんだけど、まあ角度によっては見える。今まで見ようとも思ったこともなかった。 でも数日前聞いた女の声を思い出して、何気なく201号室を見たんだ。このアパートはすべて扉の横に洗濯機をつける仕組みなんだけど、なぜか201号室だけ洗濯機がなかった。夜中にちょっと見ても窓は真っ暗なまま。じゃあ僕があの晩聞いた。 女の笑い声は何だったのかと。上とか左上から聞こえたんじゃないかって思うかもしれないけど、安いボロアパートに住んだことがある人ならわかると思うが、上か隣ならすぐにわかる。音が直接響いてくるからね。以上が僕の心霊かもしれない初体験。 これがきっかけで心霊体験に合う体質になったら嫌だと思う。やっぱりこういう話は一言だから純粋に楽しめるものだと分かった。たまたま誰かが無断で201号室の空き部屋に入って騒いでいたとかならまだいいんだけど。このドア開けてくれよ。 これは私が大学に入学して一人暮らしをした時に遭遇した出来事です。当時住んでいたアパートは単身者向けの部屋が並んだ2階建てのよくある造りをした学生向け賃貸アパートでした。築年数は古め。正直言うと不動産屋の案内時から あまり良い印象はなかったんですが、部屋を探した時期が遅く、入学まで時間がなかったこともあって、内見に付き添ってくれた父と相談しながら、仕方なくその物件に決めました。私が入居したのは、2階の道路に面した角部屋でした。部屋を決めてからは、 慌ただしく引っ越しを済ませ、すぐに入学式。しばらくは慣れない大学と都会での一人暮らしで精一杯になりましたが、引っ越しから一ヶ月も経つと生活に余裕も生まれてきます。ある日、自転車で帰宅して、敷地の裏から教養廊下へ戻った時でした。 ドン突然、廊下の端にあった部屋から大きな音が聞こえました。一階の道路とは逆側にある私の部屋から正反対に位置する部屋です。なんだろうと思ってその部屋に近づくと、今度は内側から全力でドアに体当たりでもしているかのような音が ドンドンドンと連続して響き渡り、ドアノブがガチャガチャと乱暴に動きました。何してるんだろうと不審に思いながら私が眺めていると、部屋の中から人の声が聞こえてきました。誰かそこにいるんだろう部屋のドアが開かないんだ。 外からドアを開けてくれよ。焦った感じでイラついている低い男の人の声が聞こえました。今考えれば放っておけばよかったのですが、私はつい声をかけてしまいました。どうしたんですか部屋のドアが開かないんだ。そっちからどうにかできないか どうにかと言われても。そう言われてドアを見渡しましたが、特にドアが開くのを邪魔しているような異常は見つかりません。ドアノブも普通で、そもそも内側からドアが開かないというのもおかしな話です。あの、こちらには特におかしなことはありませんよ。 そんなはずはないドアが開かないんだドアを開けてくれよ男はドアノブをガチャガチャと揺すり、会話の最中にも扉をバンバンと叩いています。実は私はこの部屋に誰も住んでないことを知っていました。アパートを紹介された時、不動産屋に どの部屋が空いているのか聞くと、この部屋が空き室だったんです。位置的に悪いのか薄暗い印象がありましたから、この部屋は嫌だなと思っていたので、覚えていたんですよね。それについさっき敷地の裏を通った際、窓から部屋の中が空だったことを、 実際この目で見ていました。カーテンがない窓からは室内が丸見え。家具一つない空き部屋で出入りを妨げるようなものなど何もありませんでした。おい、開けてくれよ。そこにいるんだろなあ、このドア開けてくれよ。その後も続く声と、 ドアを叩き続ける音に急けだった私は、その場から逃げ出しました。自室に戻る気すら起きず、その日は24時間営業のファミレスで夜を明かしました。結局、父親に無理を言って、引っ越し費用を出してもらった私は、入居からわずか2ヶ月で、 そのアパートを引き払うことにしたのです。あの部屋の中にいたのは何だったのでしょうか泥棒が空き室に侵入なんてしませんよねあの時扉を開けたら私はどうなっていたのかもしかしたら何か言われのある部屋だったのかもしれませんが。 今更調べる勇気もありません。別にいいんです。知りたくもないし、関わりたくもありませんから。お札の家。小学生の頃の話。当時、うちは、僕、両親、姉、祖父母。 そして二人のおばという八人家族で賑やかに暮らしていた。木造二階建ての借屋。僕の部屋は姉ちゃんと二人で二階。その隣の部屋には両親。下の階には居間と仏間。台所と部屋が一つ。その部屋と短い廊下で繋がった離れがあった。 部屋には二人のおばが住んで、離れは祖父母が使っていた。その家には小学校一年生の頃引っ越した。引っ越してきてすぐ驚いた。家中がお札だらけ。この年になって引っ越す前に家を見学してなかったのかという疑問はあるけど。 その当時はそんなことを考えず、ただ気持ち悪いなと思っていた。じいちゃんが、なんだこれ、気色悪い。と言って、お札を全部剥がして回った。それで、そのお札が関係しているのかはわからないが、いろいろ不思議なことが起きた。まず、その家に引っ越してから、 頻繁に同じ夢を見るようになった。家の離れの床に蓋みたいなものがあって、それを開けると地下に続く階段が現れる。実際の離れにはそんなものはなかったんだけど、なぜか夢の中にはそれがあった。その階段を降りていくと、不老者みたいなおじさんが、 狭い部屋でニコニコしている。おじさん誰と声をかけると、おじさんはニコニコしたまま、安倍ジョージ安倍ジョージとつぶやく。ただそれだけの夢だったけど、気持ち悪く思っていた。驚いたことに、姉ちゃんも全く同じ夢を見ていたそうだ。 他にも僕以外の家族はみんな昼でも夜でも仏まで寝ると金縛りにあったり、ドアのすりガラス越しに白い人影がスーッと動くのを見たらしい。一番年下の僕を全員で口裏合わせをしてからかっていたのかもしれないけど、あの厳格なじいちゃんまで同じことを言っていたので、 信じるしかないと思った。それから他には、今に一人でいたとき、ふと視線を感じて、後ろを振り向く。後ろには襖ま、その奥は仏間がある。誰もいないので気のせいかと思って、前を向き直す。するとやっぱり視線を感じて、再度振り向く。 で、ふと上を見ると、ふすまの上の欄間の隙間から目が覗いていた。でも高さは3メートルくらいあるし、ありえないと思って恐る恐るふすまを開けた。もちろん誰もいない。一体あれは何だったんだろう。そして時は流れて、僕は中学生になった。 祖父母と二人のおばは家を出て、その家にはうちの家族だけで暮らしていた。僕の部屋は変わらず、姉ちゃんが隣の部屋へ移って、両親が離れに移った。その日は雨が降っていた。僕は部屋で夜中のラジオを聴いていた。それで雨の音が止んで、 なんとなく外の様子が気になってカーテンを開けた。するとその窓にしわくちゃの見知らぬおじいさんが張り付いていた。慌ててカーテンを閉めたけど、あのどす黒い肌と血走った目は忘れられない。それから何年も経って僕も成長して、 おばさんに子供が生まれた。かわいい女の子でちょくちょくうちに遊びに来ていた。その子が割と話せるようになってきた頃、突然ニコニコしながら、阿部上ょうじ、安倍上べと急に言い出した。僕と姉ちゃんは二人で顔を見合わせて驚いた。 両親とおばさんはわけがわからない様子だった。今年高校生になったその子に、安倍浄二って覚えてると聞いても、何それと言われる。今はもうあの家は離れて僕は一人暮らしをしているけど、たまにふと思い出す。 僕にとっては怖かった家の話。ばあちゃんの部屋。幼い頃の不思議な話。多分僕が小学一年生とかそこらの夏、一つ年上の姉と一緒に近所に住んでいる祖父母の家に泊まりに行った。 当時の僕はじいちゃん子で、お泊まりの日は一階の和室でじいちゃんと布団を並べて寝るのがお決まりだったんだけど、その日は姉と寝床の交換をしようという話になって、初めて二階のばあちゃんの部屋で寝た。深夜、ふと目が覚めた。ばあちゃんの部屋には南側に窓がある。 その日はクーラーをつけるほどの暑さではなかったから、そこを網戸にして風を通して寝ていた。窓のある壁から少し離れたところに、壁と平行にばあちゃんの布団がある。そのまた奥に僕の布団。枕は窓に向かって左、つまりは東向きだった。 拙い文章で申し訳ない。この位置関係伝わるかなとにかく目が覚めてぼんやりしながら左側にあるその窓に自然と目が行った。真っ暗な部屋の中で月明かりを拾うそこだけが明るかったからだ。それで僕はドキッというかヒヤッとした。 ばあちゃんが寝ている布団の向こう、窓際に誰かが立っている。それも一人ではなく何人も。逆光で顔とかは全然見えなくてシルエットだけだったけど、最初に認識した人影は窓の3の高さから考えて140センチ前後かな。正確かどうかは置いておいて、 大人の体格ではなかったのは確か。その他の影も最初の140センチくらいの影より高かったり低かったりとばらつきはあったけど、やっぱり大人ではない。一人抜きんでて高いものやもっと小さな幼児のような影を抱っこしているというかおんぶしていた奴もいた。 僕はフリーズ状態のまま、とっさに鬼が来たんだ、と思った。なぜなら、その影たちにはみんな頭に角があったからだ。角は一本だったり二本だったり、個々の詳細な記憶はないけど、はじめの140センチのこの頭には二本、一番背の高いやつの角は一本だった。 顔は見えないし、何をしてくるわけでもないんだけど、そろってじーっとこっちを見ているようだった。怖くなった僕は、体が動くようになってから、すぐさま布団に潜って目をつぶった。その後、多分僕は寝てしまったんだと思う。気がつけば朝だった。 起きてから早速ばあちゃんに、それから家に帰ってから母親にもその話をしたんだけど、当然夢だと言われた。僕の住む町、というかこの県全体かな。そこは鬼の伝承が多い土地で、この辺りでも以前は毎年8月、鬼祭りというのをやっていたんだ。 あんた、きっとそれを楽しみにしてたからそんな夢見たんだよ。と、母に言われた。僕が見た鬼と、その祭りや町の資料で見る仮想の鬼とは明らかに違っていたんだけど、子供ながらに信じてもらえないのは分かったし、夢だ夢だと言われれば、自分でもそうだったような感じがしてきて、 次第に気にしないようになった。ただ、この町に住んでいると、駅とか公民館とか学校とか、それこそ祖父母の家でだって、鬼の面が飾られているのを見かけるから、その度、あの鬼たちのことを思い出して、忘れられないままだった。そのことがあって、 しばらくの間はばあちゃんの部屋に近づかなかった。だけどまたある日、同じように寝床を交換することになって、しぶしぶばあちゃんの部屋で寝た。その日の夢の中で、また同じように目が覚めて、隣にばあちゃんがいないことと、外が嫌に明るいことに気がついた。 不思議に思って起き上がると、廊下にばあちゃんがいるのが見えた。じーっと微動だにせず、窓の外を見ている。あの夜鬼を見た窓にはカーテンがかかっていたので、外の様子は見えず、ばあちゃんに近づいてその目線を追った。廊下から見える裏手には田んぼ。 その向こうに姉の同級生で僕もたまに遊んでもらっていたるいちゃんの家があるんだけど、そのるいちゃんの家が真っ黒な煙を上げて燃えていた。朝目が覚めて窓からるいちゃんの家の方を見てみたが特に異常はなく、今度こそただの夢だったんだ。鬼を見た時もこんな感じだったんだな。 と思った。だからその時はすぐに親に話をしたりもせず、少し後に何かの表紙でふと思い出して、母親に話してみた。すると母親が、そんなに大きな火事じゃないけど、るいちゃんち、ついこの間、ぼや騒ぎがあったんだよ、と言った。実際、 そのぼやを見たわけではないから、あまり実感はわかなかった。少し驚いたけど、とにかく気味が悪いのは確かで、以来、あの部屋では寝なくなった。入ってはいけない部屋。僕の家は田舎で、子供の頃から、 絶対入るなと言われていた部屋があった。入るなと言われれば入りたくなるのが人情というもので、当時中学生だった僕はこっそりその部屋に入ってみた。なんてことはない普通の部屋だった。変な雰囲気もないし、窓からは散さ々んさんと 日光が入ってきて何も怖くはない。なんだ、ただ単に部屋を散らかされるのが嫌であんなこと言ってたのか。と思わず拍子抜けした。退屈ということもあって僕はその場で眠ってしまった。それでも悲しりとかも全然合わないし。 数時間昼寝してから起きた。寝ている時も起きている時も怪奇現象は一切なし。やっぱり全然怖くない。入るなと言われてたから怖いのを期待してたのに。部屋を出る時、何気なく部屋にあったタンスの引き出しを開けると、 ひな人形を小さくしたような感じの和風の人形が一体だけ入っていた。それだけなんだけど、タンスにはその引き出しだけで、それ以外には他に何も入ってない。なんとなくそこで怖いと思った。後になって人形の話とかはせず、 それとなくばあちゃんに聞いてみると、何でもあの部屋は親父の妹さん。つまり僕から見るとおばさんにあたる人の部屋だったそうだ。タンスの中のものもすべておばさんのもの。と言ってももう当時からも三十何年も前の話。家を 今の状態に建て替えたのは、両親が結婚してすぐのことで、将来、子供、つまり僕のことなんだけど、とにかく子供ができた時のため、二世帯住宅化したわけだ。それでその時、少し庭を潰して増築したのがまずかったらしい。その、 増築したところに立っているのが、例の入ってはいけない部屋。つまりおばさんの部屋だったんだが、どうも家を新しくしてから、おばさんの様子がおかしくなった。まず最初は、部屋で寝たくないというようになったらしい。おばさんの話によると、新しい部屋で寝るようになってから、 どんなに熟睡していても夜中の三時になると決まって目が覚めるようになったとのこと。そして目を開けると消したはずの電気がついていて枕元におかっぱの女の子が座っていたんだって。不思議なことにコウとついた明かりの下で女の子の顔だけが 真っ黒になっていて見えない。でもなぜかおばさんにはわかったそうだ。その子が笑っていると。そんなことが一週間くらい続いた。おばさんは頭もよくしっかりした人で、最初はみんなに君の悪い思いをさせたくないと黙っていたんだけど、 とうとう限界が来て、じいちゃんに相談したらしいんだ。だけどじいちゃんは、嫁にもいかんで家に住まわせてもらってるくせに、お前の兄さんとその嫁さんが大変な時期にふざけたことを言うな。出て行きたいなら出て行け。と、突っぱねた。それから、 半月ぐらい経って、ばあちゃんがふとおばさんの話を思い出した。近頃のおばさんは何も言わなくなったし、一日中妙に優しい顔でニコニコ笑っていたから、もう新しい家にも慣れて変な夢を見なくなったんだろう。と考えておばさんに聞いてみた。 するとおばさんはにこにこ笑ったまま。ううん。でももう慣れたよ。最初は一人だったんだけどね、どんどん増えてってる。みんなでずっと私のことを見下ろしてるんだ。そう言って、普段は物静かな人だったというおばさんには、到底にかわしくない。 大きな笑い声を上げたらしい。たぶんおばさんのその話が本当だったにせよ。夢や幻覚の類だったにせよ。この頃にはもう手遅れだったんだろう。おばさんの部屋の隣は、じいちゃんとばあちゃんの部屋だったんだが、その日、ばあちゃんは、真夜中に隣から、 と、穴を掘るみたいな音がして目を覚ました。おばさんの部屋に行ってみると、部屋の畳がひっぺがされている。そして、むき出しになった床下で、おばさんがうずくまって、素手で一心不乱に穴を掘っていた。何やってんのばあちゃんは、 さすがに娘が尋常じゃないことを察して声をかけた。でもおばさんはやめない。その口元には笑みさえ浮かんでいたという。しばらくして、あったと言って床下から這い出てきたおばさんの手に握られていたのは、 土の中に埋まっていたとは思えないほど綺麗な小さな日本人形だった。おばさんはばあちゃんに人形を手渡すと、そのまま笑顔で壁際まで歩いていき、ゴン、ゴン、ゴン。何度も何度も自分の頭を壁にぶつけ出した。 ガン、ガン、ガン。何やってんのやめなさいばあちゃんは慌ててやめさせようとしたけど、おばさんはものすごい力で払いのける。何やってるんだろう本当だ。あたし、なんでこんなことやってるんだろうわからない。わからない。わからない。 わからないわからないわからない。おばさんの言葉はやがて意味のない笑い声の混ざった規制に変わっていった。そしてばあちゃんは聞いてしまったという。おばさんの笑い声に混じって確かに子供のしかも何人もの重なった笑い声を おばさんはそのまま10分以上頭を壁にぶつけ続け、最後は突然直立して、そのまま後ろ向きに倒れ込んだ。まるでおもちゃのような動きだったとばあちゃんは言ってた。起きてきたじいちゃんが救急車を呼んだがダメだったそうだ。 炎髄だの脳幹だの頭蓋骨だのがひどく損傷していたとか。話を聞いたお医者さんは信じられない様子だった。自分一人でここまでするのは不可能とまで言われたらしい。殺人の疑いまで持たれたとのこと。さすがにここまでになったら、 じいちゃんも無視できず、娘をミスミス死なせてしまった後悔もあって、お寺さんに来てもらったらしい。来てくれた住職さんは、部屋に入った瞬間、お吐としたそうだ。なんでも、昔ここに、水子とか、幼くして、疫病で亡くなってしまった子供たちを祀る。 ほこらがあって、その上からこの部屋を作ってしまったから、ものすごい数の子供がここに溜まっているらしい。絶対この部屋を使ってはいけません。と、住職さんにものすごい剣幕で念を押されて、ばあちゃんが供養をお願いした。例の、 床下から出てきた日本人形を住職さんに見せると、これは持って帰りたくない。そんなものに中途半端なお払いは、えって逆効果だ。捨てるなり焼くなりしてしまいなさい。と、持ち帰るのを拒否されたそうだ。で、そこからは階段の定石。言われた通り、 人形をゴミに出したそうなんだけど、いつの間にか部屋のタンスの中に戻っていたり、燃やそうとしても全く火がつかず、飛んだ火の粉で親父が火傷したり、いろいろと大変な目に遭ったそうで、困りやぐねて最後はとりあえず元の場所へ埋め直して、 部屋を丸ごと使用禁止にした。というのがばあちゃんの話。とても悲惨な話だから、僕には言わないでおいてくれたんだそうだ。最後にばあちゃんはこう言った。とりあえず、元の場所に戻したのがよかったのか。あのお人形は、それっきり。 また出てこないといいけどね。僕は心の中でこう返した。うん、ちゃんと出てきてたよ、ばあちゃん。404号室404号室を借りたいのだが、 そのおかしな奴は言った。妙な注文を出す奴はよくいるが、こいつはその中でも注文も外見もとびきり風変わりだった。顔は朝黒くて背はひょろんとしている。声は無理やり絞り出しているようなかすれ声だった。おまけにこの暑いのに、 全身真っ黒なコートにくるまってやがる。えー、っと、何度も説明いたしました通りですね。このビルには404号室は存在しないのです。縁起が悪いとオーナーがおっしゃってましてですね。こちらのように。と言って、私は見取り図を見せた。403号室と405号室の間に、 部屋はありませんのです。これを説明するのは何度目だろう。知っている。404号室がないのは知っている。でも借りるのだ。こいつはボケているんだろうかそれともどっかのヤクザが因縁をつけに来たのか冗談じゃない。こっちはまっとうに商売してきたつもりだ。 何度も説明した通りですね。ないものはないので貸しようがないんですよ。それはわかっている。金は払う。そちらは404号室を貸すという書類を作って、私と契約してくれればそれでいい。部屋はなくてもいいのだ。こいつは気違いだ。間違いない。 私は管理袋の尾が切れて声を荒げてしまった。おい、あんたいい加減にしないと警察呼ぶぞ。冷やかしならさっさと出て行けよ。騒がしくなってきたことに気がついて、署長が事務所の奥からのっそり出てきた。向かっ腹が立っていた私は、署長に今までの経緯をまくしたてた。 私からすべての経緯を聞いた所長は、お客様、詳しいお話をお聞かせ願えませんでしょうかというと、今まで私の座っていた椅子に座って、妙な客と話し始めた。ああ、申し訳ないが、君は席を外してくれないかまあ、所長の好きにさせよう。手に余るに決まってる。 ない部屋を借りようだなんてバカな話聞いたこともない。私は事務所の奥に引っ込んで、所長がいつまで我慢するのか見てやろうと聞き耳を立てていた。いやうちの者が失礼いたしました。などと所長が謝っているのが聞こえたが、やがてひそひそ声しかしなくなった。 いつ切れるかいつ切れるかと三十分も待っただろうか。うとうと仕掛けた頃。おい、君、話がまとまったぞ。所長に声をかけられた。このお客様に四丸四号室をお貸しする。バカかこの所長。この夏の暑さで気でも狂ったのか。でも所長。 ないものをどうやっていつもの通りだ。書類を作って手続きを取る。お互い404号室については納得済みである。何の問題もない。終わりですよ。オーナーには何と言うんですさっき確認を取った。家賃さえ払ってくれるなら、細かいことは気にしないそうだ。めちゃくちゃだ。 役所には何て言うんですかもともとない部屋なんだから報告する必要はない。黙っていればいい。それでも所長か問題はすべて片付いたようだな。では書類を作ってくれ。金はここにある。黒ずくめの男が陰気な声で言って、 手元のカバンを開けると札束を取り出した。はい、直ちに作りますので少々お待ちください。ほら、君、早くして。ご機嫌になった所長に言われて、私はしぶしぶ、このバカな話に付き合った。書類を作り、奴にサインを求める。奴め、手まで真っ黒だ。 妙な筆跡で読みづらいが、名前は、ニャルホテップとか言うらしい。では、邪魔したな。これから引っ越しの準備があるので、これで失礼する。そいつは、事務所から出て行った。象長、おかしいですよ、どう考えても。 変な犯罪に巻き込まれたらどうするんです変でも変でなくてもいいんだ。金を払ってくれるんだから別にいいじゃないか。ない部屋を借りようなんてよくわからんが、まあ世の中にはいろんな人がいてもいいだろう。でも、引っ越しとか言ってましたよ。どっかの部屋に無理やり住み込まれたらどうするんです そしたら追い出すだけさ。貸したのはあくまでも404号室だ。404号室ならいいが、それ以外はダメだ。それから一週間後、退居者が出るので、普段の貸しビルへ、明け渡しと現状の確認に訪れた。一週間前のことを思い出して、 4階の様子も見てみようと思ってエレベーターで4階へ行くと、そこには404号室があった。大方例の奴がどこかの部屋に無理やり住み着いて部屋のプレートを書き換えているんだろう。所長め、やっぱ厄介なことになったじゃないか。ベルを鳴らすと真っ黒の奴が部屋の中から現れた。 ああ、この間の方か、何か言おうかな。おい、あんた何やってんだ借りるのは404号室という契約のはずだぞ。見ての通り、404号室だが、何かおかしなことでもすっとぼけてやがる。ふざけるなよ、そういうことにすると。 警察の厄介になるぞ。早く荷物をまとめて出て行け。残念ながら、君の考えているようなことはしてない。よく確認してみたまえ。私は4階の部屋の数を数えた。見取り図では401から405まである。 そのうち404号室は存在してないわけだから4部屋あるわけだ。部屋が4つだからドアも4つ。単純な計算だ。しかし、ドアはなぜか5つあった。そういうわけだからお引き取り願おうか。奴にバタンとドアを閉められたが、 こっちはどうしても納得がいかない。やけになって、他のすべての部屋に当たってみることにした。まず、401号室の住人。え ?404 号室はなかったんじゃなかったってうーん、そういえばそんな気もするけど、今あるってことは最初からあったんだろ 402号室の住人。404号室ですか確かに最初はありませんでしたよ。いつの間にかできて人が住んでるみたいですね。ちょっと変だけど、まあ特にこっちに迷惑がかかるわけでもないし。403号室の住人。お隣さん 引っ越しの時挨拶したけど別に普通だったよ。405号室の住人。隣の人ですか黒ずくめでかっこいいですよね。俳優さんかなどういうことだ他の階に行ってみるとすべてドアは4つだ。4階だけ5つあるってことは。 404号室の分だけどっかから湧いて出てきたってことになるじゃないか。管理人にも聞いてみよう。管理人404号室に引っ越すって聞いた時はなんかの間違いかと思ったけど、あの人と一緒に4階に行ったら本当にあったね。びっくりしたけど世の中はいろいろあるからね。 書類もきっちりしてるし、オーナーも承知だし、何の問題もないだろう。何か変わったことはないですかお客さんが多い人みたいだよ。妙にのっぺりした顔の人が多いね。前に仕事を訪ねた時があるけど、相談所なんかをしてるみたいだよ。お国の人の悩みを聞いてあげているそうだよ。 隣の部屋の奴らも管理人ももっと不思議がれよ。都会人が他人に無関心というのは本当らしい。もう一度4階へ行って、奴の部屋のベルを再び鳴らす。またあなたですか。いい加減にしていただきたいな。ちょっと部屋の中を見せてくれないか断る。 私は金を払ってこの部屋を借りている。あなたに勝手に入る権利はない。その通りだ。しかしどうしても我慢できない。無理やり中を見てやろうと奴を押しのけるように部屋に入ろうとした。その時、ごつんと何もない空間に手応えがあった。なんだこれは。 何もないのに、まるで防弾ガラスでもあるようだ。部屋は、用もないものが入ることを許さない。私は管理会社のものだぞ。だからと言って、無断に立ち入る権利はない。くそ、その通りだ。奴と問答していると、エレベーターが開いて人の声がした。 お、ここだ、ここだ。えー、404号室か。あ、こんにちは。ご注文のものを届けに来ました。待っていた。この部屋だ。運び込んでくれ。はい、わかりました。そう言うと業者は、私が弾かれた空間を、何の抵抗も受けずに通り抜け、部屋に入っていた。 おい、どうしてあいつは入れるんだ彼は荷物を届けるのが仕事であり、故に部屋に入らなければならないからだ。筋は通っている。なんとか私も用事を考えようとしたが、ダメだ。何も思いつかない。この場は引き下がるが、絶対部屋の中を見てやる。どんな手品か知れないが、 種は絶対あるはずだ。そのからくりを暴いてやる。それから仕事も手につかなくなった。なんとか奴に一泡吹かせてやろうと考えたが、どうしても用事が思いつかない。君、最近ふわふわしてるがどうしたのかね所長に声をかけられた。 ああ、実は。と、今までの経緯をすべて話すと。うーん。君、それはいけないよ。お客様のプライバシーに踏み込むようなことはしちゃいけないな。でも、奴は住んでるんですよ。404号室に。確かに、不思議だが、しかし、家賃はしっかり払ってくれている。 管理会社としてそれ以上何を望むんだね。妙だと思いませんか思わんね。なぜ金は払ってくれているからだ。拉致が開かない。お客様に迷惑をかけたりするようなことがあれば、君の査定にも影響してくるぞ。さあ、くだらないことに迷わされてないで、しっかり働くんだ。 くだらないくだらないことか所長も管理人も他の住人もどうかしている。しかし、ついに私の疑問も解ける時が来た。一ヶ月後のことだ。ああ、君、こないだの,の404号室の方が退去されるそうだ。明け渡しに立ち会ってくれ。やった。とうとう用事ができた。 これはケチのつけようがない立派な用事だ。退去するときとは残念だが必ず種を暴いてやる。くれぐれも失礼なことはするなよ。404号室のベルを鳴らす。やあ、入らせてもらうよ。ドアが開くや否や足を踏み出す。よし、今度は弾かれることもなく。 すんなりと部屋に入れた。こんなにあっさり入れるとは、ちょっと拍子抜けするほどだ。早く用事を済ませてくれないか。黒ずくめのこいつが何か言ってるが、知ったことか。私はとうとう入れた部屋の中をじっくりと確認した。何かおかしなことはないか、どこか妙なところはないか。 必死に探した。しかし、小一時間も探したが、何一つ妙なところはない。ごく普通の部屋だ。私はすっかり困り果ててしまった。参った、高参だよ。一体どうやったのか本当に知りたいんだ。教えてくれないか何のことだこの部屋だよ。 どうやって一部屋余分に繰り出したんだ私は何もしていない。契約だから部屋ができた。契約終了と同時に部屋は消える。もう確認は済んだだろう。私は帰らせてもらうが、あんたはどうするんだすっとぼけやがって。何が契約だよ。うまいこと言いやがって。 きっと何か秘密道具でも仕掛けてあるんだろう。何が何でも探してやる。ああ、いいとも。確認は終わったよ。綺麗なもんだ。一緒に帰らないかこんな薄気味の悪いやつと並んで歩くのなんてまっらだ。ふふふ。ではお先に。 そう言うと、奴は部屋を出て行った。それから、奴が帰った後も、ひたすら部屋の中を探ったが、何もわからない。気がつけば、外も薄暗くなって、どうやらもう夕方のようだ。一旦帰るか。私はドアを開けて帰ろうとした。が、ドアが開かない。 鍵をいじくってもダメだ。嫌な予感がして窓を開けようとした。これも開かない。ベランダにも出られない。ふと時計を見る午後3時。なのにどんどん暗くなっていく。外から歩く音がする。4階の他の住人が廊下を歩いているようだ。ドアを叩いて、おい助けてくれ 開けてくれと叫んだ。住人は全く気づかず通り過ぎる。そもそもなんで外が薄暗いんだ今はまだ3時なのになんで暗くなるんだ外を見ると今までの光景と全く違っている。今までは外に見えていたのは普通のどうってことない街並みだ。 なのに今外には何も見えない真っ暗な空間がぽっかりあるだけだ。それから半年が過ぎた、奴の言葉が思い出される。契約終了と同時に部屋は消える。もしかすると部屋は消えたくないんじゃないのか。契約終了ということは、 つまり、私が現状確認をして、この部屋を出ていくことだ。つまり、私がこの中にいる限り、この部屋は存在できる。部屋は、私を死なせたくないようだ。備え付けの冷蔵庫の中には、いつも食料がたっぷり入っている。どういう仕組みか、水も出るし、電気も通っている。 ここから出たい。私は一生このままなのだろうか